絶望的ながんを克服、今最高の人生を生きる、第63宿大泉康一班長、お願いいたします。皆さんこんにちは、63宿大泉康一です。私は小学3年生の時、親と共に創価学会を通じて日蓮召集に入信いたしました。ありがたい功徳もいただき、このご本尊様は絶対だと確信できるようになりました。しかし当時の学会には池田本仏論が根付いており、私も池田を参拝崇拝するようになりましたが、熱心に活動していけばいくほど次第に脅迫観念に駆られるようになり、どんどん精神がおかしくなっていったのです。やがて仕事に没頭するようになり、学会から離れていくと次第に精神的に落ち着いていきましたが、そこから信心そのものが退転状態となっていきました。ご本尊様をお保ちしながらも全く信心はしないまま、二度の結婚を得て妻と息子の三人暮らしで暮らしていたある日、見ず知らずの妙観光伊藤夏美班長から突然電話がかかってきて、学会を進行しているお宅ですよねと言われて、なんで知ってるんだとびっくりして話を聞いてみたのです。すると学会の池田本仏論が大方々であること、またすでに学会が日蓮召集から破門されていることなどを聞いて、深く納得し感慨を受けて、何十年かぶりに大石寺に登壇したのです。その後すぐに妻と息子も釈伏し入信に導きましたが、真面目に信仰をしないばかりか、やがて妻は信心に強く反対するようになりました。その結果次第に妻は精神を病み、家族全員を巻き込んで私の新人活動を邪魔するようになっていきました。ひどい時は本部まで乗り込んできて、反狂乱になって夫を出せと騒ぐほどの異常さでした。そして平成20年10月のある日、仕事から帰ると私の衣類などが全て家の外に放り出されており、私は一人家から締め出されてしまったのです。しかし私はもうこの仏法から離れてはいけないと思っていましたので、息子と妻を残しやむなく家を出たのでした。当時の私は妻と子供を養ってきたための借金があり、アパートを借りる資金などまるでなかったため、それからは仕事で使う軽トラックの中で生活することとなってしまいました。狭いトラックの中での生活は足を曲げていることが多いため、血流が悪くなってふくらはぎがパンパンに腫れ、ありがとうございます、ふくらはぎはパンパンに腫れ、足首から下が紫色になって歩行が困難になるほどでした。時には辛くなることもありましたが、先輩に励ましていただき、毎日の懇悔を唱題をしっかり行っていくとともに、毎日どんなことがあっても電話を使っての学会員探しを20件以上は行うと決めて実践していきました。そして地道に釈伏をしていく中で帰伏する人も徐々に出てきました。その頃から私はリフォームと廃品回収等の仕事をするようになりましたが、お金がない中でも精一杯真剣なご祈念と釈伏を行う功徳によって、ある日はガソリン代すら出せない状態の中、道中ずっと真剣に招待しながら仕事の依頼先に行ってみたら、思ってもみない大仕事を依頼されたり、帰り道の高速道路の料金所の人から高収入が得られるお仕事をいただくなど、日々考えられないような形でご本尊様に守られました。そんな生活を約1年間続けたその年の暮れ、何としても宿の釈伏請願を果たしたいとの思いから、
片っ端から対象者を当たり、12月31日に寄付者を出すことができ、その日をもって宿の社具部請願が達成しました。すると、またしても大工道具が現れ、かつて消費者金融に借金した時の過払い金として、合計740万円もの還付金を受けることができたのです。これでやっと足を伸ばして寝られるアパートを借りて、ご本尊様を家にご安置することができるようになりました。そんな中、あるきっかけから日本に働きに来ているネパール人の方に対する借付が進み出し、その家族やお店一帯のメンバーが次々に入信するようになりました。この頃よりほぼ毎日、私はネパール人メンバーの信仰の育成と借付に回り、現在では私の範囲数は500人以上となりました。私は家族を失った寂しさがありましたが、常にネパール人の範囲さんに囲まれ、範囲さんが家族のような存在となり、共に信心根本の生活ができるようになりました。そうした私の借物系統の中からは、ネパール人の班長も輩出させていただくことができました。本日は私の借物系統のうちからたくさんの班員さんがこの総会に参加しております。しかし、そのようにして精一杯借物育成を実践していたつもりだったのですが、コロナウイルスが蔓延する中で、私は間に足元を救われてしまいました。日蓮大聖人様は、疫病の流行りは我々信仰者にとってはその信心が緩くなっていかないよう励ますために起こるものであると仰せられています。つまり私たちの信心を試し鍛えるための魔の処理であるということです。そのことが胸に入ってなかった私は、世の中の人たちがコロナウイルスの猛威に振り上がり、またコロナワクチンについて様々な憶測や陰謀論まで飛び交うようになるにつれ、私はネットの情報などを見て、だんだんと不安や恐ろしさを感じるようになり、それがあろうことか、ワクチンを指定しない妙観光やひいては御宗門に対する不安、そして疑惑へと変わっていってしまったのです。そこからもともとすぐカッとなってしまう性格も首をもたげ、信心の先輩に対する反発や怒りを覚えるようになっていきました。そしてどうしても自分の考えや気持ちが中心となり、素直に従えない信仰姿勢に陥ってしまったのです。まさにお金、間に侵されてしまった姿でした。こうして痛い同心の信心から外れてしまった私は、功徳を失っていき、そのためにこれまで抑えられていた過去の罪状が吹き出してきたのでしょう。令和4年6月のある日、私は突然意識を失って倒れ、救急搬送されてしまいました。診断の結果、私が倒れたのは狭心症の発作で、奇跡的に一命は取り留めたものの、冠動脈が狭く、いつ心筋梗塞が起きてもおかしくない状況であると告げられました。さらに検査を重ねていくと、なんと胃の部分にザクロのような形になって、手のつけようもないステージ4のがんが見つかったばかりか、重度の糖尿病、さらには肝臓、肺の状態も悪く、今心筋梗塞を防ぐために心臓の血管を広げる処置をすれば心臓が破裂する可能性や血液が凝固してしまう可能性があり、治療ができないと言われてしまったのです。しかし手をこまないっているわけにもいかず、医師たちが話し合った結果、緊急を要する心臓のカテーテル手術を一か八か破裂するかもしれないリスクを負いながらもすることになりました。そのまま命を落とすかもしれない手術の前、私は部長に遺書を渡し、日蓮召集で葬儀を挙げてほしいことを話しました。
しかし部長は何言ってるの、ご本尊様ついていらっしゃるんだからしっかりお題目を唱えて必ず手術を成功させこの窮地を乗り越えるんですよと一括してくださいました。その部長の力強い指導に私はハッとして、部長にまだ死にたくない、私はまだ生きたいですと涙を流して訴えました。そして真剣なお題目を唱えながら手術に臨みました。結果手術は大成功し、私は劇的な回復を遂げて手術の翌日には退院することができました。しかしその後医師から他の病気の状態について衝撃の検査結果を告げられたのです。それは胃に見つかったステージ4のがんはいわゆる末期状態で、リンパ節にもかなり転移が見られるため、すでに全身にがん細胞が回っているであろうこと、事実 S 状結腸にもがんが見つかっており、もはやがんについては手術はできない状態であること、今後抗がん剤治療を始めるが治る見込みはなく、余命は長くて半年と死の宣告をされたのでした。さらには重度の糖尿病も併発しているため、投薬にてその治療もするが、かなり体がボロボロの状態になっているとのことでした。私はこれからどのような心持ちでどのような新人をしたらいいのか、大草高等に個人指導を受けました。高等からはこれまでの曲がった信仰を懺悔し、1日4時間以上の唱題と釈服を精一杯行うようにと指導いただき、それからは毎日4時間以上の唱題を始める前と失礼しました、それからは毎日4時間以上の唱題を始める前と終わった時に電話で部長に報告しながら確実に実践し、釈服も毎月必ず成果を出していきました。こうなったら命がけです。しかし、その道は険しく、いざ抗がん剤治療が始まると強い副作用によって肺炎を起こし、激しく手がしびれ、令和4年の7月には抗がん剤治療を断念することになりました。それでも病院通いは続きます。頼る人もいない私は、医療費を稼ぐために仕事もしなくてはなりません。また重度の糖尿病により手足がしびれる、幸い体を辛い体を引きずりながら失礼しました、ご本尊様芸家様にご本尊様芸家様にお答えするべく、毎月の釈服宣言は必ず果たしていきました。時には片道2時間以上かかるお寺まで対象者を連れて行ってご自戒をお願いすることもたびたびでした。しかし私が生き延びる道はこれしかないとの思いで貫きました。するとその釈服の大功徳は厳然と現れました。余命宣告された日が過ぎ、年を越しても私は生きているのです。さらにその後1年を経過し、現在3年を越すことができております。そしてたびたびの検査を重ねてまいりましたが、なんと手の施しようがないと言われた暴露のような胃がんが自然に縮小して見えなくなっていると言うではありませんか。そしてリンパ節への転移も見られないというのです。この現代医学ではありえない状況に、主治医からは大泉さんラッキーだね、こんなことはありえないよと驚かれました。そして今後については経過観察で様子を見ていくことになりました。さらに重度の糖尿病についても特に食事を改善できたわけではなかったのですが、糖尿病のレベルを把握するヘモグロビンの値が正常値に戻っていると言われました。これはもはや奇跡としか言うしかない。本当にご本尊様のご加護以外の何者でもありません。今の私はいつもご本尊様が共にいらしてお守りいただけるんだ、仏様に全て委ねるのだという安心感があります。お題目を唱えられることのありがたく、祈って生きて
祈って乗り越えていく今が人生で一番幸せで最高の瞬間なのだと実感しています。これからは与えられた命を使って身を観光の掲げる5つの誓願を果たすために精一杯仏道修行に精進して参る決意です。ありがとうございました。